今日もミュウツーのお時間がやってまいりました。シャコシャコと自転車を漕いでイオンのマクドナルドへ向かいます。期間中毎日通うことになるのだろうか。それはそれで面倒だな。決して近くはない。秘密の裏口から入ります。久しぶりにご家族さんに遭遇。そんでもってもうすぐ孵化です。結構人いる感じです。初日は雨でほぼいなかったですけど、あれは寂しかった。私の計画ではここをすぐ終えてもう一つのマクドナルドへ向かいたい。その後近くの西大宮駅にあるレベル5の卵へ向かいます。あわよくば3連戦です。スピードが命、芸能人マハが命。両軍の無料パスを投入です。3時固定のおかげで無料パスが毎日安定してレベル5のレイドで消化できる。この間の孵化15分の時は最悪だった。ただ3時確実というシステムも安定しすぎてつまらないところもある。難しいところです。よかった、フレンドさんと一緒になれた。親友レベルなのでボーナスボール2個確定です。余裕で勝てそうです。3人抜けて17人で戦闘開始です。余裕の勝利です。CP は普通、しかしどんな個体だろうと全力で捕獲に行きます。それがモットー。ボール14個、これは余裕ですが、高個体との激闘をくぐり抜けた今、これぐらいの CP はへのかったです。挨拶代わりのエクセレントをお見舞い。まあ1球で取れるとは思ってない。2回目エクセレント、まだ2球だ。3回目エクセレント、そろそろ取れちゃってもいいかな。うん、まだ11球もある。スタート時でもこれだけボールがもらえれば OK 牧場。いいぞ、まだ抜けるか。5回連続エクセレント。うむ、6回連続エクセレント。マジか。7回連続エクセレント、いいぞ彦本、その調子だ。なんとここで投げたい気分だがぐっとこらえる。こういう時に限って連続攻撃モーション入る。今回は入らなかったが慎重に行こう。膠着状態が続きます。ほい、来た。8回連続エクセレント。まだ出るか。8回エクセレントって相当だぞ。高個体でこんなに出し続ける自信はない。9回連続エクセレント。はい、写真つない。あ、いいです。ちょっと待ってください。あ、どうだよ。視聴者さんだ、すみません、外からは分かりませんが今激闘中です。ここまで来るとどこまでエクセレントを出し続けられるかの勝負でもある。10回連続エクセレント。
嘘音。11回連続エクセレント。12回連続エクセレント。おかしいでしょこれ。タイヤの音がけたたましい。13回連続エクセレント。最後の1球になってしまった。よし14連続エクセレントだ。なんだこれ。あ、お待たせします。はい、はい、どうも。14連続エクセレントで逃げられた直後のヒコボンです。はい、どうもありがとうございます。まあ14回連続エクセレントで動画的には美味しいので満足なヒコボンであった。これが高個体だったらハゲる。